リュクサンブール駅はフランスパリの5区と6区の境界にあるラービー線の駅である。カルチエラタンに位置しリュクサンブール宮殿庭園の最寄り駅である。1895年にパリと南郊外を結ぶ総線がパリ中心部まで乗り入れた際にその始発駅として開業した。1977年からはラーの中間駅となっている。駅はサンミシェル大通りの地下にある。 プラットフォームは相対式2面2線である。改札口と地上への出口は駅の南北両端にある。駅のすぐ北からはサンミッシェルのオトルガム駅まで最大40.8パーミルの下り勾配となっている。リュクサンブール駅はパリオルレアン鉄道の郊外路線総線の起点駅として1895年5月31日に開業した。総線の起点はもともと パリ南部のダンフェール・ロシュロー駅だった。1900年の万国博覧会を控え、パリオルレアン鉄道は、総線をパリの中心部により近い位置まで乗り入れることを計画した。1889年にダンフェール・ロシュローからリュクサンブールまで2135メートルの地下線を建設する計画が発表され、1892年には政府の許可を受けて着工。 1895年に開業した。同区間の開業は、メトロやオステルリッツ駅オルセ制駅間よりも早く、パリで初の地下線、地下駅である。またダンフェール・ロシュロー駅と中間駅のポール・イコール・ロワイヤル駅には一部に開口部があり、駅舎も地上にあるため、完全な地下駅は、リュク・サンブール駅が唯一であった。当時の総線は、 長期機関車牽引であり、リュクサンブール駅には廃煙のため巨大な送風機が設置されていた。開業後、操線をさらに北のサンミッシェル広場やセーヌ川右岸まで延長することが検討された。しかし丘の上にあるリュクサンブール駅からセーヌ川の家庭まで下るには53パーミルもの勾配が生じることがわかり、このような急勾配、しかもトンネル内で、 上機機関車を運行することは不可能であるとして断念された。1930年代になると、後のラーの原型となる、郊外路線の都心乗り入れ計画の一つとして、総線の近代化が行われた。1937年11月16日には直流線5 0 0トで電化され、1938年1月18日には、リュクサンブール駅と総線は、 パリシュト鉄道に移管された。しかし、リュクサンブール駅からウガンへの延長は、資金難から着工に至らないまま、第二次世界大戦勃発により中止された。1950年代から60年代には再び、総選の延長と北部郊外への直通が計画された。この際には、リュクサンブール駅を廃止し、サンミッシェルとの中間点付近に新駅を建設する。 ことも計画されたが、1971年の計画変更で駅の存続が決まった。延長工事は1974年に始まり、1977年12月8日に、リュクサンブール駅からシャトレレある駅までが開業した。この日から、総線は新規開業区間と合わせてラーの B 線となった。駅の周辺はカルチエラ単地区であり、多くの大学、 高等教育機関や研究機関がある。代表的なものは以下の通り。リュクサンブール宮殿及びリュクサンブール庭園は駅の西に位置し、庭園の入り口の一つは駅の北側の出口のすぐ前にある。またパンテオンへも近い。ありがとうございます。